おはようございます。ぴょこぴょこぴです。今日もスタンド FM 暮らしのラジオとの同時配信を始めていきたいと思います。ではちょっとこちらも収録を始めます。おはようございます。ぴょこぴょこぴです。暮らしのラジオではお掃除や片付け、最近の出来事などいろいろとお話をしています。聞いてくださる皆様も家事や作業などをしながら、ながら聞きをしていただけると嬉しいなと思っています。今日も YouTube とスタンド FM の同時収録をしていこうと思うのですが、今日やっていくのは紙博。2023年3月の東京開催の紙博に行ってきたので、それの開封動画を撮りつつおしゃべりしていこうと思います。で、YouTube の方は音声後から編集するので、ちょっと言い間違いとかいろいろ、あと無言の時間とか、ちゃんとカットしようと思うんですけど、スタンド FM の方はそのまま配信します。開封動画なので YouTube で見るのが一番ね、文具特にお好きな方は YouTube がおすすめだと思うんですけど、多分配信は YouTube の方が遅くなると思います。編集の時間がかかるので、文具はそこまでチェックしなくていいかな。でも作業のお供に何か聞きたいなっていう方はスタンド FM の方がバックグラウンド再生ができるのでおすすめです。で、それぞれ のチャンネル、リンクを概要欄に貼っておきますので、お好きな方から聞いていただければと思います。文具の今回の文具の博覧会で、これ手につけた腕章というか手首につけるものですね。これが 入場の印になっています。これちなみに結構文具博とか紙博でいろんなイベントでこういうのつけることあると思うんですけど、昔結構手首にギュッとつけた時があったんですね。で、結構これ破れないんですよ、本当に硬くて。全然こうやっても破れなくて、外すのに苦労したので、今回は落とさない程度にゆるくつけました。こんな、入らない。こんな感じで切らずにも抜ける。でも手からスルッと抜けないぐらいっていうのをやってみました。ね、できればハサミ持ってた方がいいかなっていうぐらいこれ外れないので、外すのがキチキチにつけちゃうと、ここを破って外すにも結構硬いので、大変なの大変ですねっていうのがありつつ、で、今回チケットが2種類あって、普通のチケットとプレミアチケットがあったんですよ。で、プレミアチケットの方がこのいただけるノベルティの種類が多いということで、プレミアチケットを選びました。エリックさんの今回イラストということで、すごい可愛いのでプレミアで漏れなく欲しいいただきたいなと思ったので、200円でしたかね、値段の差はでした。で、ではこのファイルの中、入り口でチケットと交換で、このリストバンドとこのファイル、ノベルティのファイルをいただきました。それはこちらの中ご紹介していきます。まずこの英語のクリアファイル、私このサイズのクリアファイル大好きで、結構ね、大事に、ノベルティとかでいただくと大事に取ってあったりしています。で、続いて、これはステッカーですね。もう可愛いので私はどんどんトラベラーズノートとかに貼っていきたいなと思います。浅草、そう、会場が浅草だったんですよ。雷門と浅草にちょっとちなんだものが出ているハガキです。ポストカードかわいいですね。ちょっと切手の部分もちょっとアップでお見せします。はい。そして最後がミニノートですね。全然会場で開けなかったんですけど、確かスタンプラリーができるとか、中にスタンプを押せるブースもあったんですけど、すっごい混んでたので、ちょっと私は行くのはやめました。なんですけど、結構ね、並んでスタンプを押してる方がいらっしゃったり、あと、フロアマップもあります。もう全然これ広げずに、行き当たりばったりで見に行ったんですけど、ね、かわいいですよね。で、後ろの方が、今回結構ノートのページが少ない。前回の8月の紙博では結構白いページ多かったんですけど、今回は少なめですね。あ、ちなみに次回は京都だそうです。お近くの方。ぜひぜひっていう感じで、ねえ、ほんとエリックさんのイラスト消しゴムハンコ、どっちだろう、めちゃくちゃ可愛いですよね。ほんと素敵だなと思います。はい、ではこれが
まず入り口でいただいたものでした。続いて購入品ご紹介していきます。最初にまず行ったのがスモークワークスさんです。スモークワークスさんのこれがいただいた袋なんですけど、かわいいですよね。でショップカードも入れて袋に一緒に入れてくださいました。でこの時は紙箱で自分が欲しいものももちろん買ったんですけど、ちょっと今度今月文具好きの方にお会いするので一部プレゼントにしようと思いまして、東京の紙袋クノープワークさんの購入しました。なんかねこの針金入りですかね、入りのものがあって、これで、ね、こう留められるんですよ。ちょっとうまく説明できないけど、でこれが一つと、で私結構こういう時に包装を失敗することがあるので、であとは他の時にも利用できるかなと思って同じくペーパーバッグを2種類購入しました。大きいのとちっちゃいの。これもその時の、ね、お渡しする時に入れるか、また別の機会にね誰かにプレゼントを渡す時に使おうと思ってます。マステです。私もクノパークさんね大好きなのでマステ絶対買おうと思って2種類購入しました。幅ナイステイと書かれた手のイラスト可愛いですよね。何かこの本当こういうプレゼントに最後にペタッと貼るのもいいなと思って購入したのが一つと、あとアウトレット品があったんですよ。なんと半額250円で購入できたんですけど、この結び目のシリーズノットですね。これ結構クノープワークさん知った時に何年か前に、ね、すごく素敵な文具屋さんだなと思った時にこのノットを見つけて気になってたんですよ。ただ使い道どうしようかなと思ってそのままにしてたら、今回販売停止かちょっとわかんない、訳ありって書いてますね。だからなんかせっかくのトレッド品なので購入させていただきました。でも最初に突進ちゃんとね列に並びましたけど、最初に行ったのがクノップワークスさんです。行ったの多分カタカタさんだったんですよ。私このカタカタさんの手拭いすごい好きで可愛いですよね。で昔夫にプレゼントをしたことがあって手拭いを、私も欲しいなと思ってたので早速来ました。ちょっと開けますね。このシールを破りたくない、トラベラーズノートに貼りたいの。袋を置いて、あ、ショップカードが入ってる。かわいいショップカード、めちゃくちゃ素敵。鳥のモチーフいいですよね。あ、つつじが丘手紙社さんの中にあるんですね。私この調布のつつじが丘の手紙社さんのお店めちゃくちゃ行きたくって、その中にカタカタって書いてる、同じビルなのかな。ちょっとめちゃくちゃ行きたいです。最初に気になったのがクジラのマスキングテープ、なんかこのかっこいいですよね。和紙テープって書いてある、こうリアルなかっこいいクジラさんが書いてて、子供たちもねこうクジラ大好きなので一緒に楽しめるかなと思って購入しました。いや、そうカタカタさんといえば手拭い買いました。この模様ハチドリなんですよ。ハチドリモチーフがもう可愛すぎると思って、ハチドリ高速で羽ばたきながらの食事は正直忙しいですって書いてるの。確かこのカタカタさんの手拭い結構かっこいい感じのが多いんですけど、これすごいピンクのお花もハチドリも可愛くって、あーもうこれだみたいな感じで購入しました。いや、なんかいつもネットで買ってたので、ね、お店で買えると嬉しいですね。購入した方にっていういくら以上とかあったのかな、ポストカードプレゼントしてくださいました。やったと思って、1000円以上購入だったかな、一応なんか値段があった気がするんですけど、出発校山娘、裏側とかにちょっと黄色がかったような質感のあるいい紙、いい雰囲気の紙です。セイロンやけって読むのかな。なんか面白い、キューバキヌバネドキ生地、普通の日本のがあったという感じの素敵なポストカードいただきました。世界の鳥っていうシリーズなんですね。そう、すごいね可愛いので、これあとお手紙書くときとかに使いたいと思います。文具はね可愛いんですけど使いたい、ね、どんどん使えて遠慮なく使い切るタイプです。神戸派計画さんといえば
そらくグラフィーロが有名だと思うんですけど、ちょっと見えるかな、こんな感じ。なんか可愛いですよね。万年筆ぬらぬら貼っていう帯がついてます。なんか万年筆にすごくいい紙を使っているんですよね多分そう、グラフィーロ有名なので気になってて、前回も何かのこうイベントで拝見して気になってたんですけど、今回ねブースがちょうど空いてたので買ってみました。この薄いグレーの方眼がまたいいので、万年筆でねどうしようかな、漢字の練習に使おうかな。この糸かがりっていうんですかね、糸で閉じてあるのもちょっとツボな感じです。あと2つ購入しました。1つがグラフィーロペーパーなんですが、グラフィーロの紙ですね、ヌラヌラ書くをコンセプトに万年筆の筆記特性をひたすら追求したオリジナルペーパーです。明瞭な文字の輪郭と心地よいタッチを楽しみください。楽しみすぎる。これ本当にメモ帳とかじゃなくてカードになってますね。これベーシングのありがとうカードとかに使いたいなってちょっと思ってます。同じくもうグラフィーロばっかり万年筆ヌラヌラ派のグラフィーロのメモブロックです。こうなってますね。神戸派計画さんはあのクラフトのメモ帳も使ったことがあります。表紙がちょっと質感のある紙で、なんかグラフィーロのブロックメモですね。これはでもブレッシングの、ね、メッセージカードに使えそうな気がするし、自分でも楽しみつつブレッシングの、ね、何かでも使っていきたいなと思っています。はい、神戸派計画さんはこの3点でした。2店舗あるので続けて紹介していきたいと思います。プロペラスタジオさんです。メモパッド、このメモパッドも何種類か使い切っていて、これをブレッシングのありがとうございますのカードに合わせていただいたりしてます。で同じく購入したんです。ちょっと見えにくいかな、ここに黄色の蝶々がいて他はグレーかな。とてもね可愛いんですよ。太めのマスキングテープで、もうちょっとシンプルな枠のものを以前買ったことがあって、でノートの背表紙に使ったり、背表紙のね、あの何月何日からのノートみたいなのに使ったりとか、枠ってすごくラベリングで使いやすいんですよね。で、ちょっと今回はこの植物のイラストが入った方も購入してみました。続いてまたマスキングテープです。これもね、ミモザですね。ミモザの、ね、かわいいミモザのマスって他にも持ってるんですけど、もうね、ミモザはいくつあってもいいですっていうのと、こちらも植物相違マスキングテープも購入しました。で、この3つを購入したらお会計のところでおまけのマステをいただきました。ね、ピンクのお花でめっちゃ可愛いんですよ。これ普通に販売されてても手に取って買っちゃったかもっていう、この繊細なね可愛らしさ。はい、こんな感じでプロペラスタジオさんはマステ3点とメモ帳を2つとおまけのマステを購入したりいただいてきました。はい、そして次がラストです。ラストがそうそう、あ、違う、あと2店舗あった。次一つだけ購入したのが表現者さん。私この白鳥のモチーフの便箋も持ってて、これすっごい可愛いんですよ。でちょっとこの模様が好きすぎて購入しました。はい、篠塚智子さんのところでも手ぬぐい買いました。この手ぬぐいなんですけど、すごい欲しくって、これ前回の紙箔で見送ったんですよ。ちょっと予算オーバーになっちゃったので。今回は買いたいなと思ったらあったので、めちゃくちゃ嬉しいなと思って購入しました。で、前回もいくつかマステを買ったんですけど、その時諦めたマステちゃんたちがね、いたんですよ。一つ目が猫。11色の猫っていう名前なんですけどね。猫が、カラフルな猫がいます。いや、なんかね、ほんと篠塚さんの絵は、植物の絵も動物の絵も優しくって、すごい素敵なんですよね。二つ目、デイドリームフラワーという名前が書かれてました。黄色いお花たちですね。かわいい。めちゃくちゃかわいい。インスタもフォローさせていただいて、日々。楽しく見させていただいてるんですよ。で、これが篠塚智子さんとモノコトストアと書かれているところのコラボのようですね。フルブルーム、色とりどりのお花が咲いている。縦っていうのもあのノートにピーって貼るときに縦のマステ意外と使いやすいのでいいなと思って購入しました。で、以上になるのですが、そうそう、あのショップカードがすごい可愛いんですよ。これインスタでも投稿されてたんですけど、このインスタで投稿されてたのでは、この切手の形に切り抜くものがあって、それを利用して
作られてるって言ってたので、もうねこれ可愛くていただいてきました。はい、では購入品以上になります。最後にちょっと暫定使用して最後にずらっと並べてお見せしようと思います。紙箱本当ね可愛くって、今並べてるんですけど、紙箱本当可愛くってめちゃくちゃ好き。もう手紙社さんの世界観ってすごい素敵ですよね。もうね大好きですね。お子さんがたくさんいらっしゃるのも魅力だなと思って、文房具作家さんって本当なんか素敵ですよね。こんな感じです。ちょっと全部入りきれてないんですけども、文具博の購入品紹介動画でした。でこの後ちょっと一旦ここで紹介動画としては一旦終わりにして、でその後マステーキスポというものに行ったので、そちらの購入品この後またねマステいっぱい買ったんですよ。そちらもご紹介する動画撮っていこうと思いますので、そちらの方も楽しみにお待ちいただければと思います。ではありがとうございました。